はい、皆さんこんにちは。真上から眺める日本史第3回縄文文化を始めようと思います。ではまず、感心生ですね。更新生が終わった後の感心生の流れを軽く復習しておきたいと思います。まず感心生になると更新生、つまり氷河期が終わります。氷河期が終わるとどうなるか、氷河期までは大陸と日本がつながっていましたが、これが氷が溶けたり海水面が上がったりして、大陸と日本が離れます。離れるとまあここに書いてある日本列島、今の形の日本列島に近いものが成立します。そして、直接的なものから見ていきますが、氷河期が終わると暖かくなりますから、植生、つまり植物、どんな植物が入るかというのが変化します。そして植物が変化すると、それを食べている動物も、動物の種類も変化します。また、人類が大型動物を取りすぎちゃったっていうのもあって、動物が小型化していきます。で、それでそこからまた直接的な変化を見てみると、植生が変化して、その変化した植物、例えばどんぐりだとか石器の実がなる植物が出てくるので、そうしたところから採集の文化が成立とか確立します。そしてそうすると、その採集したものを貯蔵しないといけないとか、調理をしないといけない、そのための土器が出現してきます。そしてまた動物が小型化すると、その小さくなった動物を、捕まえないといけない、そのためには旧石器のような、例えば手に握ってやややるような道具だけでは対応できなくなる、相手がすばしっこくなりますから、そうしたことで狩猟の技術が発達する、例えば弓矢だとか、落とし穴、そういうものも開発されます。そしてその発達した狩猟の道具に使う磨製石器というものも使われるようになります。そしてこれはちょっと間接的かもしれませんが、ネットが成立して海を渡らないといけない場合が増えた、そのような場合に航海技術が発達しました。そして航海技術が発達すると、魚籠、つまり魚を釣ったりですね、貝を集めたり、そのような仕事が必要になってきます。そしてその貝を集めたりするとこから、そのヘタベタ貝を捨てたり、また物を、物置とか、その何だろう、死骸死体置き場みたいな感じで貝塚というものが形成されます。また航海技術が発達すると、長い距離を海を渡って素早く移動することができるようになるので、交易というものも盛んになってきます。このような流れを、全体的な流れから縄文文化というものが形成されました。で、縄文文化のポイントとしては、というかこれからの古代日本のポイントとしては、新しいものは西から、つまり大陸のここですね、朝鮮半島から入ってきて、九州で、まず最初に 発言というか出現し、どんどん東へ広がっていくという形をとっていくことが多いので、このポイントというか、法則じゃないですけど、こういう、流れを頭に入れておいてください。 では流れを見たので、細かいところを地図を使って解説していこうと思います。縄文時代はやることがいっぱいありますね。まず括弧1、まず縄文時代を定義づけている縄文土器について見ていきましょう。で、縄文土器というと区分が6つあることは皆さんご存知だと思います。老早期、早期、前期、中期、後期、晩期、ね、そうですね、前期、中期、後期はまあ分かりますね、分け方としては。その前にひっついている早期と老早期、これ以外では見たことのない分け方で、晩期もなかなかないですよね。どうしてこういうことが起こるかっていうと、まず最初に、明治時代の工学の研究が進むときに、前期と中期と後期の土器は、まず見つかったと。でもそこから、この3つで分けたんですけど、そこからまたもっと早い時期の土器が見つかってしまった。だから、どうしよう、早期かなと。
だがもっと研究したらもっと早い時期のが見つかってしまったから、どうしようどうしよう、あまあ初めっぽいし早々かな。ね、まあ、草には草分けとかいう意味もありますから、一番初めに作られた、まあ、時期ということで早々という名前をつけ、そして、まあ、またもっと新しい時代も見つかっちゃったので、まあ晩年じゃないですけど終わりの方ということで晩期というのを作りました。それで、まず早々期ですが、早々期の時にはですね、有名なのは2種類挙げておきました。まず登竜門土器、これはそうですね、日本の土器の中でも一番古く、世界の中でも一番古いんじゃないかと言われています。で次が隆起専門土器、これは、ね、潜伏寺洞窟洞穴、そして福井洞穴というどちらも長崎県の遺跡から発掘されました。と福井洞穴とありますが、福井ではなく長崎ですので注意してください。つまりさっきも新しいものは西から入ってくると言いましたが、長崎なのでちょうど一番西ですね、日本の。そして早期の早期は剪定、つまり土器の先っちょが、まあ、こんな風に尖っていない土器ということですね。で前期深鉢型土器、これはまあ教科書を持っている方は、日本史教科書を持っている方は教科書を見れば得た形は分かると思います。深い鉢ですね、そのままで中期になると火炎土器は木の形をかたどったんじゃないかと言われるような土器です。でこの早期前期中期に共通して、でごめんなさい間違えました。剪定は逆ですね。剪定はそこが尖る土器です。だから全く逆ですよね。こんな感じのどうやって立たせるんだっていう感じの土器ですね。ですいません。でこの早期前期中期に共通する傾向というのは、どんどん時代が先に行くにつれて派手になっていきます、ね、まあ、ゴテゴテという感じで派手になっていきます。そして後期になると中高土器、ね、なんか一気に地味になりましたね、名前が、まあ、この名前から分かる通りどんどんここから地味になっていきます。そして晩期、これはよく出ますが亀ヶ岡式土器と呼ばれるものです。やっぱりこれも写真とかは自分で教科書を見るなりして調べてください。で青森県で発見されました。亀ヶ丘というのは、この半島の付け根あたりですね。そうだ、言わせましたが、今回の僕の、授業でもあんまり石器の図だとかそういう詳しいことについてやりませんので、例えば石器のどういうものが使われていたのかという場合は、このマナビーのやはり小梅アットマーク先生の縄文時代の文化の授業、そしてその他もっと細かいこと流れについてはデビッド先生の理解して学ぶ日本のアケボノという授業が詳しくやってくれていますから、そちらも参考にしてください。で話に戻りますが、次は貝塚を見ていこうと思います。貝塚といえばいろんなものの、ゴミ捨て場だとか貯蔵場ですかね、まあ、そんな感じの場所ですが、まず大森貝塚、これは皆さんご存知かと思います。で貝塚は東京にあってモースという人が発見しました。そしてこの大森貝塚の意義というのは、日本の考古学の発祥の地と言われています。つまりどういうことかというと、これはモースが発見したのは明治時代なんですが、明治の初めなんですが、モースがこの大森貝塚を発見したことが最初の発掘調査と言われています。ですのでここから日本の考古学が始まったということです。そして次、ちょっと場所を示しておきましょうか。大森が、ね、
この湾に沿ったところですね。やっぱり海に近いところに貝塚ができます。そしてかすり貝塚と不思議な感じをしてますが、まあ、そのままカソリのカタカナの元をたどればこれですね、この字になりますね。そしてかすり貝塚千葉県、これもやはり東京湾沿いのここら辺です。すり貝塚は日本最大級の貝塚として知られています。そして3つ目、鳥浜貝塚、これは福井県、こちらは福井県です。福井県、ここは笠湾と言いますが福井ですね。福井県で特徴としては噴石、まあつまり排泄物の石化したものや氷炭の種子、氷炭って分かりますかね、もう昔話とかで鬼が腰につけてお酒を入れているみたいな感じの、その氷炭っていうのは本当は植物なんですが、その植物の種子が発見されることで有名です。で3つ目、住居跡など、まあなどと書いたのはまあいろいろな種類があるんですが、1つ目、これは皆さんご存知、三内丸山遺跡。縄文時代の大型遺跡といえばまずこれが思い浮かぶんではないでしょうか。丸山は亀ヶ丘のちょっと上、この半島の一番先っちょですね。で有名なのはやはり大型建物、集合住宅だったんじゃないかとも言われています。であとは交易の跡がある、これは後で紹介しますが、やっぱり前の授業で北海道の黒曜石の主な産地だと言いました。この北海道の黒曜石やここら辺で採れた黒曜石などが集積していたため交易の跡なのではないかと言われています。で2つ目、板付遺跡、もう3つ目も一緒に言っちゃいますが名畑遺跡、この板付は福岡、名畑は佐賀の遺跡で、縄文時代番地の遺跡として知られており、あ、縄文時代番地、そして弥生時代にかけての、遺跡として知られていまして、ね、特徴は何といっても水稲耕作の跡があるということ、ね、縄文時代番地からこの稲作が始まっていたのではないかということを証拠づける遺跡となっています。で、そうですね、板付と名畑でどっちが福岡やったか佐賀やったかということは混ざる人が多いと思います。これは僕の覚え方でしたが、まあ、語呂ですね。魚畑なんでしょうね、魚畑って、魚が畑から生えてくるんですかね、まあ、そういうことは置いといて、魚畑5文字でちょうど言いやすいですので、これで僕は何回も魚畑と言って、佐賀の畑なんだなと言って、もう片方の板付けは、まあ、もう片方の福岡なんだなということで覚えました。覚え方いろいろあると思うので、まあ強制はしませんが、まあ、自分なりに考えてみてください。で一応示しておくと、名畑が佐賀なので西側、板付けが福岡なのでまあここら辺ですね。まあ、この位置関係も山間にと覚えておいてください。そして最後に大湯、これはちょっとタイプが違いますね。住居跡というよりかは儀式の跡とでも言うべきでしょうか。では秋田県にあり、秋田、青森にかなり近いですがここら辺にあり、環状列石というものがありました。環状列石というのはね、お暗くしまして、信仰、まあ、自然信仰、自然崇拝みたいなものがありましたが、それの後だったんではないかと言われています。でここまでで大体十字跡と貝塚、人間の営みの核心に迫る部分はやりました。で最後は、ね、先ほどもちらちらと名前が出ましたが、その交易で取引された、石、まあ、主に石ですね、それの原産地について紹介したいと思います。
まずこの開示される石といえば何といっても黒曜石ですね。黒曜石、まあ字の通り黒く輝く石なんですが、まず昨日も話した通り北海道が主な産地です。主な産地の一つです。そして次に和田東寺、和田東寺はどこかというと、まあ長野県があって、まあここら辺って言えばいいのかな、こんな感じですね。そして箱根、箱根は皆さん名前は知っていると思いますが、伊豆のあたりです。神奈川ですね、箱根。そして、姫路はどこかというと大分県のこの国東半島というんですが、ここの出っ張りはこの上に小さな島があって、これが姫島といいます。で他にもいろいろと、例えば十勝この辺りだとか、そうですね、まあいろいろあるんですが、その共通点としてはね、和田東寺にしても箱根にしても姫島にしても火山が違いということですね。というか山が近い、ね、山の中にあるといった方がいいですか ね。黒曜石というのは火成岩、マグマからできてますから、やっぱりその火山の近くにできやすい、そういうふうにして覚えていただくといいかなと思います、ね、で次に翡翠、翡翠は宝石ですね、透明度も高い、まあ、綺麗な石です。それが産出されるのは姫川、糸魚川、これはどちらも新潟県にあります。新潟県というと佐渡島の対岸、ここら辺ですね。で、サネカイト、これは昨日じゃないな、旧石文化の時にも名前が出ましたが、二条山、これが大阪と奈良の県境あたりで、この近くに高遺跡があり、そこでサヌカイトが使われていたねという話をしました。というように、思い出してくれればいいかなと思います。で、ね、あ、では大体紹介することは以上ですが、一番最初にポイントで述べた通り、新しいものは西から入っていきます。だからちょっと復習すると、曹操期の時はこの西側長崎にありましたね。ただそれがどんどん下っていくにつれて、晩期には青森まで来ています。そんな感じで見ていただくのもよし、また農耕、最初の農耕も福岡や佐賀の西側、朝鮮半島に近いところから始まっています。そのように西側から新しいものが来たんだなということも頭に入れておいてください。では、縄文文化についての授業を終わります。